チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯の後のデザート、買い忘れてなんもないの。でも何か甘いもん食べたいから、ストッカーにあった揚げバナナチロル、それかな。はい、揚げバナナチロルです。では食べたいと思います。なんかね、時計の絵描いてる。黄色いバナナっぽいもの、裏なんかザラザラ。うん、バナナの香りがする。では、食べたいと思います。あお。うん。なんだこれ。なんか入ってんの。断面は板って普通やよね。うん。はい、なんかドライバナナのようなもの、揚げバナナか。うん、食感ね、レーズンみたいな感じさ、うん、にゃーんと硬いものが入ってるんだけど、うん、何が入ってるか書いてない。うん、そうか、ドライバナナ、バナナ、うん、うん、ドライバナナが入ってね、やっぱり美味しい。うん、これ結構あっちゃん好きな味。うん、はい、ということでね、今日は、揚げバナナチロルを食べてみました。美味しかったです。うん。何やってんの？うん、食べたよ。何それ？揚げバナナチロル。うん。先食べたやつ。何これ？昼間に君が食べたやつ。ということで、ミカルがかわいそうなんで、揚げましょう。隠してやってるね。モーツァルトチロル。こんなの。うん。これも食べたいと思います。はい。何やこれ。あのね、ストッカーに。何人分？これ3個買ったよ。3人分。なんでチロル3人で分けんねん。チロルチョコいつも3個買うんよ。で、みんなで食べるのに。で、ストッカー入れてあったら、りょうとひかるが勝手に食べてあって、あっちゃんの分だけ置いてあった。で、今日の晩ご飯の後のデザートに食べようと思って。で、子供ちゃんたちには、これ。うん、モーツァルトチロルです。はい。だってね、バナナ味がすごい口の中でしてんねんけどね。うん。モーツァルトチロル。あ、なんか。モーツァルトチロルこれ。うん、マークが。なんなんこの味。うん？お酒？うん？なんかこれ。アプリコット。と、杏仁、あ、杏仁豆腐の、こういう味か。こんなんも入ってんのか。これでもアプリコってね、黄色いの。いや。うん、アプリコット。いや、白いのが杏仁。うん。へや。はい、おいしい、うん、杏仁とアプリコット合うねんな。美味しいです。うん、うん、モーツァルトっぽい。何がやねん。うん、なんか中世ヨーロッパの、うん、貴族の香りがします。せえへんせえへん、ただのチロルチョコです。うん、でも美味しい美味しい、これは。うん、でモーツァルト、モーツァルトチロル食べました。あんにもおいしいな。はい、ということで、今日は、揚げバナナチョコと、茶は揚げバナナチロルとモーツァルトチロル食べました。はい、
ということで、今日のあちゃんちの晩ご飯の後のデザートはあちゃん2つ、子供ちゃんたちは先に食べたから1個ずつです。はい、ということで、今日のおやつタイム、おやつちゃんタイムは、デザートタイム、この辺で終わりたいと思います。ではまたね、バイバイ。